今日午前、福岡市中央区の福岡城跡で行われた清掃活動には、電気設備大手の九電工の社員およそ100人が集まりました。参加者は枝切りバサミを使って石垣の隙間から生えた草を刈ったり、落ち葉を拾い集めたりしていました。九電工は1969年から毎年この時期に全国各地で社会貢献活動を行っていて、福岡城跡での清掃は今年で7回目です。この場所は本当にあの福岡の顔の一つだと思っておりまして、まあ、これからインバウンドが増えていくとすれば、まあ、お役に立つ一助になればいいなと。福岡市内では今月20日に博多区の住吉神社でも清掃活動を行うことにしています。